初球はボール、先ほどはフリーヒットを放った鈴木孝則、チャンスで2打席目打った、ファーストでもゴロになった。しかしここはファーストゴロ。この回マウンドに上がりました、長田がきっちりと強力ベイドリームスターズ、この打線をゼロに抑えました。3回まで終わりました、5対2、 Y45 レジェンドヒーローズが3点リードしています。